これガチやべえ。これ。これ食べんのやばいね。ということで、今回、しっかりと優勝したんで、いただきまーす。はい、ということで、皆さんこんにちは、ヒューガです。はい、ということで、大会、終わりましたー。長かったっていう感じで、今回は、サマーサイルアワードのターフモデル、優勝とスタイリッシュガイトールクラスの、銅メダル、あ、違う、銀メダルっていう感じで、まあ、今回2本取りました。まあ、今ね、会場から帰ってきて、その後編集して、そして爆食タイムです。いや、もうずっと我慢してたんですよ。もはや編集やらなくちゃいけなくて、食べる時間なくてみたいな。タイガーの大会の動画も最後にシュークリーム食べたと思うんですけど、その後からね、もう一切もう飲んでもないし食べてもない状態で、もうすぐ来ましょう。ここで、買ってきたものをちょっと出していきましょう。今回も来ていただきました、ミスタードーナツ。ミスタードーナツとマックケンタッキー、最高のビアードパパ。まあ、そんな感じっすね。まあ、ケンタッキーもあるけど、まあ、じゃあ一回並べるか。ちょっと並べよう。やばい、優勝したってやばいな。いやー、えぐいって。やばい、これはちょっとやばいだろ。ちょっと待て。うわ、やばっ。いや、照り焼きマックバーガー、照り焼きやばいな。これ倍だしね。これ倍だぞ。うわ、なんかやばい。待って、普通にこれシュー、ビアードパパやばい。ビアードパパやばいんだが、うわ、ビアードパパレンダーやばいわ。最高だな、これ。正直めちゃめちゃあります。本当はめちゃめちゃあるんだけど、噛み締めながら食べていきたいと思います。じゃあ一発目何いく？こいつやろ。照り焼きマックバーガー倍だぞ、倍。ということで、これやばくない？これ飛ぶぞ。はい、ということで、これやばいな。これガチやべえ。これ食べんのやばいね。ということで、今回しっかりと優勝したんで、いただきます。やばい。うわ。やばい。待って、マジやばい。めちゃくちゃうまい。いきます。うわ、口パンパンにこのマックを食べれる幸せはやばい。ガチでえぐい。うわ、やばっ。うわー、うまっ。うまくこっちの方がいいな。うわー、やばい。
うまっ、えぐい。じゃあ次は何行こう、何行こう、やばいやばいやばい、次はポンデリング行く、ポンデリング行きまーす。もうやばっ、やばっ、マジで。やばっ。うわ、ビアードパパ、うわ、腹いっぱいなってきた。うわうわ、これが、これが爆食って感じするな、これ。うわこれやばい。やば、まかうめえな、これ。うわ、やば。ソキビちゃん、うまっ。普通にうまいわ。なんかこれ、うまそうな。これなんだ、これ。芋系ね、芋系のビアードパパ、パリッパリ食感。うわ、頑張ってきてよかった。やばい、めっちゃお腹いっぱい。いや、3つぐらいしか食ってないけど、双剣美茶がうまくなってきた。やった、オレオはやべえ、オレオはやべえ、これやばいっしょ。見えてるかな、これスピード勝負よ、スピード。やべえ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 ぞこれ。やべえ、マックシェイクじゃねえ、マックフルーリーうめえな。空気いくか、空気、みんながよく言う空気を食っていきたいと思います。うわ、うまっ。これで、ね、甘いのちょっとしんどいなってなってきたら、なってきたら、こいつやろ、これ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 、やばくない？これ、普通に、これバグってんだろ、これ。何がなんでこうなってんの、これ。こんなの鶏むね肉じゃ作れねえだろ。これこれ鶏むね肉で作れたら世界にデブいなくなるわな、これ。鶏むね肉でハンバーガー作れるわって言ってた俺がバカみたいだ。これ作れねえだろ。ということで
サムライマック行きまーす。うわ、匂いやべえ。でも甘いの言った後にマックやべえ。うわ、明日から多分ハイティーじゃなくて俺ローティーなのが、こんなにジャンクフード食ってたら。でもさ、頑張ってきたよ。現状チートデイも1回しかしてない。動画でアップロードしてるあのチートしか1回しかしてない。あれは8月中旬だったかな、8月下旬だったかな、そんぐらいで、その後からはチートしてないし、2ヶ月チートしてない。でかよ、やべえこれ、でかほんと。どうしよう。でもそれなるような、お腹いっぱいになるような、炭水化物って気持ち悪い。で普通に食べ過ぎた、自分の限度を超えてきた気がする。でも大体そうなんだよな、大会の後って。なんかマクフルーリーがちょうどいいわ。なんか別に今日これ全部食べようとは思ってないから、明日明後日しあさってゆっくり時間食べな、じゅっくり、うん、ゆっくり時間も持て、マジもう何。でもやっぱ瞬間的なあの美味しさはやっぱやばいわ。いやでも頑張ってきたな、マジ頑張った、疲れた体を。こっからは癒さないとな、そんないっぱい。でも全然食ってないよな、意外と食えないもんだな。やっぱこう思うと、マジで数個しか食ってないんですけど、マジで。もしかしたら後日にまたちょっと動画撮ろうかな。大会当日はちょっともう無理だわ、体の中に炭水化物入ってるし、ちょっと食い切れないな。でこれ明日とかめっちゃ筋肉痛くんだろうな。今日はこの味で終わっていこうかな。食いたいんだけど、爆食したいんだけど、爆食できない、気持ち悪い。一旦ということで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。ということで